カルロス・サリナス・デゴルタリは、メキシコの政治家。元メキシコ大統領、メキシコのエコノミスト及び、官僚のラウル・サリナス・ロザノを父に、元通産大臣の娘のマルガリータの元に生まれた。メキシコ国立自治大学を卒業後に、アメリカのハーバード大学へ留学し、修士号及び博士号を取得した。帰国後に、メキシコ自治大学教授を務めた後、 1982年から1987年にかけてミゲルデラ・マドリ・ウルタード政権で予算企画大臣を務めた。当選1988年に行われた大統領選挙では長年与党の地位を占めてきた PRI 選出の大統領候補として汚職追放を推し進めることを公約したことなどから改革派として保守派以外からの幅広い層からも高い指示を受け 同じく高い人気を誇ったクアウテモク、カルデナス・ソロルサノラを破り当選した。政策スペインのフェリペ・ゴンサレス首相とナフタ、調印式に参席したカルロス・サリナス在任中は、経済自由化政策を推し進め、北米自由貿易協定の実現に向けて尽力した、ほか、アジア太平洋経済協力に加盟した。また、長年断絶していたバチカンとの国交を回復した。 北米自由貿易協定が締結された1992年には長年の懸案であった憲法の改正を実現した。さらに貧困対策を行ってメディアを通じて実績をアピールしたことで支持率が下落傾向にあった PRI の勢いを一時期取り戻すことに成功した。歴代メキシコ大統領の中でも有数の地日派として知られ、 大統領在任中前より指定をメキシコ市内の日本人学校、日木学院のメキシコ部に通学させていたほか、在任中特に北米自由貿易協定の調印前後は日本企業のメキシコ市場進出の援助を推し進めた。1993年には2度目の訪日中に在大阪メキシコ総領事館の開館式を取り行っている。しかし、政権末期には ナフタに反発し武力放棄したゲリラ組織であるサパティスタ民族解放軍に代表される先住民や貧困層の不満への対応に追われ、また PRI から公認の大統領候補に指名されていたルイス・ドナルドコロ氏を候補の暗殺に関与したのではないかという疑惑や海外への不正蓄財の疑惑が浮上しその支持が急低下した。辞任さらに公実の兄弟との関係が 国内外のマスコミや野党による追及を受けたこともあり、支持率の急低下を受けて1994年に辞任し、エルネスト・セディージョにその座を譲った。なお、これらの疑惑のいくつかは、PRI 内の清掃に伴う濡れ衣であるという説もある。大統領辞任後の1995年1月には、PRI のライバルである民主革命党が、 サリナスを国家への配信や不法蓄財などの罪で連邦検察庁に告発した上、実刑のラウル・サリナスが麻薬取引に関与して逮捕されたことを受け、同年3月にはアメリカに出国し、事実上亡命した。亡命後はアメリカやカナダ、キューバ、アイルランドなどを転々としていたものの、2000年11月には実著の宣伝のためにメキシコに帰国している。なお、 ラウル・サリナスは、その後、抗金横領や公文書偽造のほか、PRI のルイス・マシェ幹事長の殺人事件に関わったとして27年の刑を宣告されたが、その後2005年に取り消され釈放されている。2004年12月には、メキシコ最大の麻薬カルテルの、ガルフ・カルテルと緊密な関係にあったと噂されていた、マッテイのエンリケ・サリナスが、 他の麻薬カルテルによって暗殺されている。その後メキシコに帰国できる状態にあったが、アイルランドのダブリンに在住し、その後メキシコに帰国している。ありがとうございます。